お疲れ様です。今日最後こちら最新ロケ削りデッキへやっていきます。さあ少し前にねプリンセスデッキがね、ものすごい流行ったんですけど、それのね現環境型がねちょっと登場したのでやっていきます。まあ、この2枚がね、変わったとこかと思います。プリンスと、ゴブリンの呪いですね。プリンストラムがねもう走るまでが早い、すぐ走ります。なので、だいぶ事故るし、攻めでも防衛でもね活躍できるカードになっちゃって環境的にいます、多いです。はい、なんかもう使い得ですね。こんなデッキにも入ってきちゃって、便利なカードですよと。でそのプリンスに対しての弱点的な盾の戦士とか、ゴブリンとかスケとかそういうのを、呪いで無理やりゴブリンにして突破みたいなことも可能になってくるっていうデッキですね。ものすごいやばいでもプリンスね、これ走ってくれるのな、でかすぎるな。でこれ呪いかけとくと多分ね、いっぱいゴブリンになるんですよね、これこれやばすぎる、意味わかんねえよな。いやでもダガーであんま活躍できないと見せかけて、はい、っていうのがゴブリンの呪いの強いとこですね。はい、強すぎるんですけど、めんどくさいね、打ちます。そうなので、このデッキは端前プリンセスでも削れるし、プリンスでも削れる、あとはゴブリンの呪いでねゴブリンにして削れる、で最悪困ったらロケ、結構ねいろんなところでダメージを稼げるかなと思います。端前プリンこれやんなくてもいいかもな、相手の呪文が分かんないんですけど、ボイド呪い穴雨とかそういうのが安牌になってくるのかな。いやいいね、なんかプリンスがもう強すぎてこれだけで正直十分。いやこれ残んねえか、ダガーなんでね、ダガーガール下方されたけど結局強いんでね、ちょっと惜しかったか。カットン、現環境はカットンを聞くためにクララをやってるみたいなとこある、その音を求めてね。端前プリンしたいけどね、許容の無視もあるんでね、進化テスラあるんで、ここは攻めてあげて、さあ守れるかな。私テスラ置いちゃうか。ジャイ自体はねプリンスで溶けて、いや呪いが強いな、相手スケコウモリさダクレなんで、マジ呪いがぶっ刺さるんだけど、あそれまずいよね。いやマジいいよ呪い、ナイスで、これウッドがあるんでね、ウッドのエイムが悪いのはちょっと許してほしいが、いや進化助いいね、いや進化助が待ってはみ出てるいやコウモリ事故れ、ゴブリンになって事故れ、スケキン強くね、なんで今の、いや最強ありました進化テスラね、結局強いのかっていう話だよな。さあ1815はサイクルオケ、何発なんだろう、3発ちょいか、もあるが守れば勝ちではあるな、相手が後ろから裂いたスケとかに呪い打ってね削るとかもできる、守りは強いデッキなんで一回耐えてもいいね、守れるかな怖すぎる、いやでも強い普通に、でも呪いでさちょっと耐えれんのおもろいなこれ、テスラ置いてプリンスも出して、いやマジ両面攻めやばすぎるなこれいや出てないのでかい、いやで呪って、いや呪い便利すぎん、すごいね、
で、進化テスラのスタンもあって、あ、プリンスのカツンが入ってるわ、今のすごいな、これこれです、ラッキーカツンね。さあ、ロケットのライトウッドで削って、え、知らねえもんなそんなつもりねえ、守ってただけで終わるが、さあカウンターのプリンスがね走って、プリンスってダメージ何本あるんだろう、走ったら1100ダメよ、えぐいな、え？あの突撃一発受けたらもうタワーのね4分の1、もう3分の1もいかないか、4分の1ぐらい減っちゃうんでね、一発でも入れれないよな。さあプリンセスでインチキして、もうダイナマイトゴブリンだ、いやこれもちょっと強いんだよな、俺は好きなカード、あ、でこれが入っちゃうんだよな痛すぎん、思ってるより範囲広いんでね、で今ので700ダメか、やば、プリンスの突進1100もやばいけど今の700ダメもやばいな、冷静に、痛すぎん、ワンチャンこれも走れるよあー偉い、ナイスケアだな、あれね、プリンスとか流行ってるんで、まあ縦の選手は強いよね、リザード、あーそれ嫌だな、なんかおしゃれね、こういう攻めもできるっていう、まあこれはステイでいきますか、おー、まあ呪いディガー縦線、わかんねえな、どんなデッキなんだろう、シナイプリンケア来るかな、まあダイナマイトゴブリンいたんでね、そこか、ダイナマイトゴブリンがだるいな、ウィザード見た、プリンセス8枚でよかったな、マジ、迫撃なんや、まあできねえな、進化テスラで、え、呪いこれちょっとやばいな、ディガーをさ透けて拾えないわ、嫌がらせんめ、左の未来もちょっとあるな、打っちゃいます、呪いがちょっと厄介なんでそこだけケアだな、これスケ出さない方がいいな、呪いが来るんでね、これ、あ、そう、この呪いなんか便利だな、縦線ナイトウィザードか、なんかやだな、俺のゴブリンの呪いが打つ時がなさすぎてさ、最近なんかロケット効かねえキャラ多いなダイナマイトゴブリンもロケ打って走ってくるし、打っちゃおうかな、めんどかったまあプリンスが強いかな、まあそろそろ削りしていきたいな、多分相手呪文がさポイズンとかないのかな、もしかしたらね、
進化テスラあるんで強気にいっちゃいます。ゴブリンになる。お、嫌だな。ロケ削りはやめないで、これゴブリンになってからなんで、呪いに対してのウッドの、タイミングがむずいな。そう、ナイス。なんかウッド雑に避けないな、対呪いに対してゴブリンになっちゃうんで、まあちゃんと待ってからかな。延命とかしようとね、あのディガー拾おうとスケとか出しちゃうと、まあアイスピーとかもかな、ワンチャン。なんかゴブリンになってやべえっつってピンチになっちゃうんで、多少のダメージはもう覚悟しなきゃいけないかもね。完封しようとするとなんか悪い方向に行っちゃいそう、呪いに対してね。いやマジゴブリンの呪いが難しいな、対策が。迫撃流行りか分かんねえけど、このデッキでも呪いあんま使うときねえなリガーの呪いめちゃくちゃいい感じだったけど、マジでねこれ怖いよな。あさすがにあれ一発700だからな。え、まだ同じデッキ、絶対環境デッキやん。迫撃ディガー縦線、いやマジプリンス対策だな完全に。それ以外なんもないよな。でスケは高めに出しとかないといけないっていうこのめんどくささね。まあ迫撃にワンチャンロケでもいいが、今縦線咲いてるんでプリンスで受けれるか。まあ端前ないともある、えらい。あー強いなそれ。迫撃の受けがいやいや大変ではあるが、まあまあまあ進化テスラで許してもらって、えマジで完全にさっきのデッキと一致するわ。てか進化スケもさ呪いの餌かこの反撃初めて見たけどな、流行ってんだろこれさ。呪いでさダメージアップしたら貫通とかねえかな絶対ねえよな。でか耐えます。進化ウィザードがだるい行きまーす。え待ってえあれなんで。さあ進化スケドリームぬるっとくるかんな進化スケはなんで別に狙ってたわけでもなんもないのね。いいな進化スケでも勝てんのか。あそう思ったらさこのデッキ結構いろんな攻め手があるね。なんか削れなさそうな気はするが、ああなんかねロケだけじゃないというか、あんまロケ削りしなくても戦えるようになってるわ。攻め手が増えてんな。よいしょ。しかも守りは超強い。正体、え、これまた同じようなデッキじゃない？大丈夫？今日迫撃砲しか当たんないみたいな。でももしこれで迫撃だったら相当強いデッキだけどね、それ。3人？3連チャン。
で、それに勝てるこのデッキはもっと強いってことになっちゃうけど大丈夫か。違うわ。いや、プリンス嫌だな。おお、いや、美味しいな。まさかのスパーキーね。いや、てか、プリンススパーキーか。怖っ。これ呪い打っとけばさ、この試合もう 1.3 倍削れてるから、ほぼ削れたりとか。いや、いらんか、このスケでさえも、正直。俺は今、ダガーガールなんよね。それ重要ね。まあ、端前だよな。まあ、鬱陶雑に冴えた後の呪いが怖いぐらいね。いや、あれがめんどいね。ロキ効かねえかんな。呪いとウッドとかで盾剥がせるかもね。どうなんだろう。わからん。いや、マジで暇すぎて捨てた。贅沢な。やばい、なんか始めちゃいきて呪い撃たれてみたいな、突破される未来がありそう。いや、マジ走るまで早すぎる。いや、だが進化テスラでさえも強すぎる。迷わず始めプリン。あー、迷えばよかった。呪い撃ってさ、このナイト溶かそうぜ。いや、いい、呪いのおかげでさ、進化ナイトがもうひょろひょろ。まあ、さすがにロキ打つかな。しっかり守るか。あ、ノーダメ敗北を恐れたな、絶対それは。勝手裏回しく、どっちだ。あ、姉妹プリン警戒させられんの強えな。まあ、プリンセスとか出してウィザードいたもんな。まあ、呪い打ってもいいが、打たなくてもいいみたい。まあ、レイジがあったか。トルネもあったか。おお、トルネ早くね。いや、でもプリンス強え。で、相手さ、プリンスの受けが、そんな優秀じゃなかったんだよな。ふふ。これどうよ。いけ、ノール、ゴブリン、ゴブリン、ゴブリン、ならんのかい。なんでよね。今の何年だな。いや、そう、プリンスの受けがね、相手意外と。いや、これ俺を打っちゃいます。守れる自信がある。進化テスラだからね。正直進化テスラなら何でも守れる。え、なんかプリンセスもきつそうだな。いや、めっちゃ強いな。相手のプリンスも怖いけどね、俺のプリンスも強いから結構楽に戦いはしてる。まあ、進化ウィズの方に普通は来るが逆だったか。まあ、おお、すごい。スーパーヒーローみたいな一つ今。やばすぎ。やばすぎ、しかも走る。やばいよな、ほんと。意味わかんねえもんな。あ、え。まあ、もうちょっとで削れそう。で、進化テスラ置いて。やばすぎるか、これ。かわいそうだもんな。いやー、アホだな。プリンス。ミンス化け物だな。最後は呪いでね、ウッドで削ってしっかりブザービーツ。やば。プリンス飛ぶのも強いよな、橋。あれ走るまで速いのも強いのに、あの飛ぶのでさえも強いし、火力も高いしみたいな。いかれてんだな。使ってる側はおもろいけどな、高回転プリンス。誰が考えたんや、本当に。あー、暇だな。
なんか近いデッキの匂いもするね、これ。スケウッドで。ファイボヨ。ロイジャイかな。まあ、クロスもあるな。お、クロスっぽいな。おお。まあ、あのアーチャーとかにさ、呪いからのローリングウッドで、ゴブリンにしてダメージ稼いじゃうみたいなのも強そう。ってか、俺プリンセスだから、相手の方がうつそう。警戒しなきゃね。全然ケア来ねえんだけど、でも。そんな来ないなんてことある？来た。その場合は逆行くよ。はいよ。え？今見てからで間に合うんそれ。えぐ、何それ。何それ。そのファイボ削りやだな。しかも俺ロケ以外でさ、クロス受けるカードがさねえんだよね。進化なんだろう。ナイト、アーチャー、スケ、アイスピ、テスラ、幅が広いな。まだファイボ削りされんのか俺。シマエプリン、ちょうど被りそう。タイミング悩んで悩んで悩んで末に、うん。これや。いえ。あ、だが強っ。まあそうなるよね。そっちなんや。ここに来て。やばい、強すぎるそれ。いや、まあ進化テスラまだ強いのか。俺も使ってるから何とも言えないけど、これまずいね。プリンスが足を引っ張る展開ね。でなぜだか左に行っちゃった。やべ、呪いってクロス棒にだけさダメージ3倍みたいな。ねえかな。終わった、クロスか。いや、まあなんかね、呪いでさ、あちゃね、あちゃスキャイスピラ編をゴブリンにできりゃちょっと強そうだったけど、難しかったな。プリンス無能だったな、さすがにね。みんな陸受けが硬くなってんだよな。え、まさかの、しかもさ、ブラスターなんだけど、今回。そんなことある？撃っちゃおう。早いかな。いや、ええやろ。え、ナイトダイナマイトや。マジで多いな。でも今回相手ドリルだったな。プリンスで拾って撃っとかな。いやー、プリンス強えなー。でもこれ、ブラスターに弱いよな。1コス1枚ぐらい。うん。はい。インチキ削りはしていきますよ。え？頑張りすぎてない？あの子。すごいな、あんな頑張っちゃうんだ。今のやばいな。好き出しちゃよかったってなるわな、あんな。エレスピか。ゴブリンか。まあまあ。お、でも、1枚？おい。いや、これが強いよな。ダイナマイトゴブリンあんのやばいな。手札が。拾いたい。でかい。
ドリルね。まあロケ削りいやね、あのダイナマイトゴブリンだけ巻き筋か。あいつしばけりゃ大丈夫そう。強いし、いやポイズンもあんのか。嫌だねそれは。まあ地獄のロケ削りを相手にねお見舞いしましょうか。この8枚プリンがバカなんだよな。こんなのしなくていいのに。はみ出るしな、強すぎるよな。ダイナマイトゴブリンにそれが入ってんのもさ納得いかないよな。え、まあ、強すぎん。俺が今これ負けてるさ理由が分かんねえもん。おお危ねえ。いやよう分からんな。ダイナマイトゴブリンダメだあれ。はい、でけえ。ダメ。試合してる感じダイナマイトゴブリンの勝率が高えもんな。マシンよりもゴブリンマシンよりも全然多いもんな。おお墓石。これ墓石ババ咲いたよ。コンバロン美味しいの。何で守ってくんだ。プトゥーン。やば。相手のターンのが2000。やばいな。これが壊れカードってやつか。ああスケドラに対してだが弱くなってんな。よし。インチキプリン削りね。いや待って、やべえラバや。普通に終わりやん。これを守ってくれないのもなんか泣けるしな。どうせボイドなんだろうな。え、よく守ったな。いや進化テスラと呪いか。これ呪いでラバとフェニックスとスケドラに対して 1.3 倍のダメージ与えて乗り越えるってことか。墓石ババなのがちょっとなえるな。プリンスがさ無能だよな。これはする。これやんなきゃいけない、ね、使命。おーいいや、多分ボイドなんだよな。え、ボイドじゃない、熱いの。私の天才的ロケットのエイムで守れそう。テスラも強い。え、まあ、呪いも多分頑張ってたな。っていう魂、2コス。なんか、レイジ打ってるようなもんだよな。
さあラバにも勝てます。まさかの宝石。まあまあまあ呪いでさゴブリン大量だと思いきやゴブリン1体しか生まれんかったわ。タナポンよろしく。おうブロストよ。うわー、ってか同じクランじゃね。あれなんかこんなんじゃなかったさっき、違ったっけ。まあちょっとまずいよね。え、これでローケのダメージさ 1.… 何、うおこれやばい。ロケって今 1.3 倍のダメージあったっす。強いな今のロケ防衛、神がかってんな。対ラバーへのね立ち回りを覚えましょうか。ロケ削りで、おお、ダガーも頑張るようになったな。バルキリーとボンバーかなーこれ。まあやめとくか。お守りにし、縦線なんやな、ちゃんとなえる縦線やだな。いやーここ、まあ、ザップ待ったのが良くないな。なんで増えない？やる気の問題？いやこれまたさ呪いロケよ。呪いロケやばくね。疑惑の強さしてない。え、俺のエイムが悪い問題は許してください。え、呪いロケ気持ちいいの。そんな削れるんだ、ね、やべ位置悪すぎた。これやばいな。ラバーハンド絶対しばけるみたいな。止まんのかな、やべ止まんねえらしい。流れはだいぶまずいです。プリンとアイスピとかでさ、なんか今までさ全然止まってたイメージあったからさ、止まるよなーって感じで見てるけど全然止まんねえんだよな。わめっちゃいいんだなそれ。マジザップだからさ突破できない。ヤザーだからか。ここで一回守っちゃうんだよ。でゴブリンになるからさインドラも竹も取れる。
あ、もうロック間に合わねえ。あ、ぶたれて負ける。やめて。うおい。あぶねえ、あぶねえ。なんかドタドタしてんだけど、多分ラーマに相性いいのかな。呪いが強えわ。さあ、というわけでこちらね、ハッシュマイプリンとプリンスデッキするね、まあプリプリデッキね。はい、プリプリロケ。いや、でもラーマに勝てるのはね、でかすぎるな。呪いで結構ね、ロケのダメージがバカつきになるんで、ちょっと皆さんもね、ぜひこのプリプリロケ、ゴブリンの呪いね、やってみてください。よければちゃんと声が回したら押したまたね。